ルカビルドーサはアルゼンチンブエノスアイレス州キルメス出身のプロバスケットボール選手。ポジションはポイントガード。2012年に LNB のアトレティコキルメスでプロデビューした。2016年にリーガーアク部のサスキ・バスコニアと契約したが、バスコニアはキルメスに対し2016から17シーズンまでビルドーサを保有することを許可した。 2017年の NBA ドラフトにエントリーしたものの指名はなく、2017から18シーズンからバスコニアに加入。同シーズンにチームはリーガークブファイナルまで勝ち上がったが、レアルマドリードバロンセストに1勝3敗で敗れた。その後、2019年3月にバスコニアと2023から24シーズンまでの延長契約を結んだ。 2019から20シーズンに再びリーガーク部、ファイナルまで勝ち上がり、FC バルセロナに勝利して優勝。自身はファイナル MVP を受賞した。2021年3月6日にニューヨークニックスと4年1360万ドルの契約を結んだ。うち3年間は無保証となる。バスコニアとの契約はまだ3年残っていたが、 ニックスが200万ドルで契約を買い取った。ルカ・バイルド・ザ・ニュー・プレイヤー・フォー・ロブロール・クックス・サ・バスコニア。サスキー・バスコニア、2021年5月7日閲覧。バスコニア、ウィンズ・ファースト・アクブ・チャンピオンシップ・イン・ジュイヤーズ。ユーロ・フプス、2021年5月7日閲覧。ルカ・バイルド・ザ・レームド2020アクブ・ファイナル MVP。 ユーロフプス、2021年5月7日閲覧。ニックスアグリーツーサインルカワイルドザ24イヤ、ER、ー、13.6ドルミリオン、コントラクト。スラム、2021年5月7日閲覧。ありがとうございます。